鳥坂城は、新潟県ぬったり郡中城町鳥坂山にあった、日本の城。別名、白鳥城、奥山草城、中城城など、首引き郡にあった上杉市の市城は、鳥坂城で、読みが異なる。最初に城が築かれた時期は不明だが、平安時代末期の自称4年に、城市営が、越後守るに認じられ、奥山草州兵を支配し、 有事の要害として取り立てられたとの説もあるが、確実な記録はない。その名が出てくるのは、鎌倉時代初期の兼任元年の兼任の乱で、安ず鏡兼任元年5月14日上に、城の小太郎助盛、長剣を図り立て松乱と星し、城角を越後の国庁大坂に構うとあるのが初見である。ただし、この時代の城角とは、買い立てを書き、坂も、 義を引いてというバリケードと矢を追いかけるための矢倉であり、常設の城ではない。半額午前は、同行のごとく上か見せしめ、腹巻きを着し、矢倉の上にいて、襲い至るの矢から置いていたところを、後山を回り、高所よりよくこれを伺い意味で矢を立つ。その矢源の女の左右の股を意図す。すなわち倒れるのところ、清地か老頭性取りこるというような状態であり、 敵が牙で攻めかかる道を塞ぎ迎え撃つ臨時の陣地である。三浦和田氏の和田義持が奥山僧の児頭に任命されたのは鎌倉時代の初めであるが、賢治三年に北条、中条、南条に分割され、中条を相続した児頭の子息が中条氏を名乗る。北条は黒川氏を名乗る。京都区二年、中条氏が鳥坂城を再興しているが、それは 102年ぶりであると述べている。次に出てくる記録は、京徳3年にこの地の領主中条坊氏が子孫に書き残した11家条の文書であり、その中で、上助盛の次に城として使用したのは、坊氏の曾祖,祖父、三浦阿田茂氏とあり、茂氏が下告したのは、上和2年であるので、茂氏が鳥坂城に籠もったのは、南北朝時代の官能の城乱の頃となる。 戦国時代になると、中条氏は、越後守護上杉氏に仕えた。英三十三年、中条帽子が、洋北州と共に守護大、長尾国警報の三条城主山吉氏を攻撃中、加地氏、柴田氏らは、守護大方に寝返り帽子を攻撃。長尾忠氏系、長尾実刑が、山吉氏の援軍として、築地に着陣すると、帽子は、 自らの館を引き払いか感情にこもった。この時も含めて、鳥坂城は舞台に登場しない。中城帽子の文書には、その後、三浦和田茂氏の老城以来、その間102年の期間を経て、京都区2年に再考それも、この時系感情をこしらえると新規に気づいたような、書き方がしてあり、かつ、子孫においても捨てるべからざるものなりと書いている。 この段階において、城は、臨時のものでなく、今我々が知るような常時維持される施設となっている。なお、この城が築かれた、鳥坂さんは、佐竹市の金社城同様山岳信仰と結びついており、中世の武士の牢城する場所の一つの典型にも、なっており、古代から中世への城の変遷が語られる時には、必ずと言って良いほど触れられる城である。中条氏はその後も、 上杉氏に従い、上杉謙信の時には、当主藤助が、過信筆頭となる。謙信の急死により勃発した、お立ての乱で、中条影康は、上杉影勝に組みし、上杉影虎方の黒川氏に、再び攻撃され落城したが、乱は、継承方の勝利に終わった。その後、影助、影康と継承に従うが、 影康は、出身の吉江家と共に守備に当たっていた、腰中国ウォズ城にて、柴田勝家率いるをダ軍に攻撃され自害。中城氏は、影康の長子、一黒丸が継いだが、慶長三年、継承の合図違法に従い廃城となった。竹井秀文、戦国の城の一生、作る、壊す蘇る、吉川博文館、2018年、151ページ。 上杉家文書、ウオズ在場集12名連書上では一番前に署名している。ありがとうございます。